もちろん遊漁よ、300円必要ですからね。まあ、300円で一日遊べるな、ええよな。もうそんな遊びないです。なあ。はい、こんにちは。サミーズチャンネルのサミーです。いつもご視聴ありがとうございます。前回のね、動画で、第6回海寿司、バス釣り王決定戦だったかな。それのね、表彰式に行ってきたんですけども、俺は11位でした。まあ、11位って結構微妙な感じなんですけど、その11位の、商品。それをね、いっぱいいただきましたんで、それをねちょっと皆さんと一緒に見ていただこうかなと思います。それと同時に、まあ本来はねあんましやらない方がいいと思うんですけども、あえて俺はやっちゃいますけど、その商品のね、値段も、ちょっと出しながらね、見ていこうと思います。はい、まず一つ目、なんかいつもと違いますね。キャップが違うね。これもね、商品の一つだったんですけど、ルアーアングル浜さんって、ごめんなさい、僕ちょっと行ったことなくて、お店だと思われるんですけども、その浜さんのオリジナルのキャップ、ここに多分ハンマーって書いてあるんでしょうね、これ。で、ここにもね、なんか刺繍が入ってて、おじさん的にはね、この R のついてるキャップの方がいいので、すごい気に入ってます。商品の一つですね。多分これしっかりした作りなんで、刺繍もバッチリ入ってるし、多分 4,5,000 円するんじゃないかなと思って、ひとまずこれをね 4,500 円というふうにしておきましょう。はい、次はですね、海寿司さんにまつわる、チケットがねいろいろ入ってましたんで、それを見てみようと思います。一つ目が、これ、水晶の湯さんの入浴券。これちょっとね、ネットで調べてみましたら、1回の入浴料、が、750円だったんで、750円相当の券っていうことになりますね。はい、続きまして、次も、入浴券になるんですけども、これは、有線の里じゃないや、有線の湯って読むのかな。これも、入浴券ですね。これがね、これ調べてみましたら、850円でした。はい、次、ふわこっぺさんの、パン3つ無料券。これめっちゃいいですね。ふきチャンネルのふきちゃんがね、ここでお買い物よくしてますね。コッペパンが3ついただける券だそうです。これがね、これも調べてみましたら、だいたい、1個330円ぐらいだったので、平均するとそれが3つなんで990円、まあ、1000円近くもう、無料でいただけるみたいで、ふこっぺさんありがとうございます。はい、続きまして、サーモスさんの、これあれだね、冷たいものをずっと冷たいまま飲めたり、熱いものをずっと熱いまま飲めたりするコップだと思われます。 420ml は結構大きいね。これからね、ビールとか、アイスコーヒーとか麦茶とか、これで飲んだらずっと冷たいまま飲めれるんじゃないですかね。これがね、ちょっとネットで調べてみたら、だいたい3500円ぐらいするそうです。はい、続きまして、デプスさんの、これは何ていうの、ルアーボックス、ルアーケースになります。結構ね、深さがあってね、通常のタックルボックスからこいつに移し替えてね、バッグに入れるにはちょうどいい感じかなと思って、デプスさんの黄色いルアーケースになります。これが、ネットで調べたら770円ぐらいでした。で、次がこのカンカンのケース、
まあ何に使うかちょっとよくわからんんだけど、でもまあ俺的には携帯用灰皿に使うかなと思ってます。でこれまあいくらかちょっとわかんないですけど、まあ500円ぐらいはするんじゃないかなと思って、まあ550円というふうにしておきましょうか。はい、今までもね結構ご紹介したんですけども、実はねまだまだあるんですよ。海津さん大丈夫ですか？11円にこんなに上げて大丈夫ですか？はい、次からはねちょっとねルアーの方を紹介しちゃいと思います。一つ目がね、ザップさんのストライクチャッター、これ2分1らしいんですけど、まあ2分1ちょっとあんまり使わんのですけど、まああえてねドエンとしてガンガン巻いてみようかなと思いますんで、ちょっとね使ってみようかと思います。このストライクチャッター、これがね、調べてみましたら1078円ぐらい。はい、次のルアー2つ目、これはレイドジャパンさんのファンタスティック。これ、まあ、まだねちょっと使ったことないんですけども、どうなんだろう、こう逆股っぽく使うのかな、ごめんなさい、ちょっと使い方またネットで調べてみたいと思います。こいつがねファンタスティックが935円ですね。はい、続きまして、G クラックさんのベローズギルスイマー。これ結構新しいやつじゃないかな。これもね、使ったことないんですけども、これを機にね、使ってみたいと思います。オフセットでセットしてね、そのまま巻いてもいいと思うし、なんかトレーラーにしてもいいと思うし、ちょっとね、使い方はいろいろちょっと、これから調べてね、使ってみたいと思います。こいつがね、990円かな。はい、まだまだあるんですよ。続きまして OSP さんのドレッピー。これね一回ね使ってみたかったんですよね。インスタグラムのねお友達がねよくこれで釣ってて、うわちょっとやってみてえなと思って、ちょっとね手が出なかったんですけども、これを機にね、やってみたいと思います。ドレッピー、こいつがね、まあまあしそうですよ。1375円。はい、続きまして高級品ですね、レイドジャパンさんのレベルクランク。これも持ってなかったんですけど、サイズ的にめっちゃいいね、ガンガン巻けるサイズ。はい、やっと最後になります。次がねこれは俺も大好きな、OSP さんのピクロ。これね今ちょうどカナパンチャレンジだったかな、カナパンチャンネルのカナパンがね、このピクロで釣った写真を上げるとなんか OSP さんから豪華商品が出るよみたいなやつやってるんでね、それにねチャレンジしてみても面白いんじゃないでしょうか。こいつもねまあまあ高級品で2090円ですね。はい、ちょうどねあの弟子の寮が、来てくれたんでね、これからその、商品のね値段を足してみたいと思います。まあ本当はあんましやらん方がいいっすよ。まあちょっとねあえてサミスなどでやっちゃいます。じゃあ行くよ。はい、じゃあ、じゃあルアーアングル浜さんのキャップ、ネットで調べて4500円ぐらい。はい、それでね海津市のチケットシリーズで、水晶の湯の、なんていうの入浴券750円。はい、で同じく優先の湯の、入浴券で580円。はい、ふわコッペ、ふわコッペさんの、コッペパン、お好きなコッペパン、3つ分無料券で、まあ、平均すると1個330円なのでかける3で990円。はい、で、サーモス の, あの冷たいまま飲めるタンブラーね、これが、3500円。はい、はい、次はデプスさんのルアーボックス770円。はい、はい、次がね、まあ、缶ケース、まあ、ちょっといくらか分からなかったんですけど、まあ、500円ぐらいするんじゃないかと思って550円。はい、今ともいくらもう万超えてます。マジかすげえな。よし、あとルアー、ルアーいきます。じゃあザップさんのストライクチャター1078円。はい、次がね、レイドジャパンさんのファンタスティック935円。はい、次が、G クラックさんのベローズギルスイマー、990円。はい、はい、次 OSP さんのドリッピー1375円。はい、次がレイドジャパンさんのレベルクランク、え、これちょっと高いな、1815円。
はい。で最後、OSP さんのピクロ、こいつも高級品だね、2090円。はい。さあ果たしていくら、計算の苦手な師匠の代わりに私がしっかり計算させていただきましたいくらだった。19,923円でございます。マジかマジか、19,923円。はい。すげえ。皆さんこれで分かりますよね、貝寿司さんと貝寿司の関係のねショップさんと枕師さんのね青木社長をはじめ、協賛してくださった、メーカーの方々の意気込みが、ね、力量が分かりますよね。こんな感じでね、11でね、まあ、2万円近くの商品がいただけましたので、ね、来年ぜひねどんどんねチャレンジしてみてください。それでねやっぱ貝寿司に、皆さん来てくださって、そこで、まあ、ご飯食べたりガソリン入れたりね、貝寿司にねお金をどんどん落としていってほしいと思います。もちろん遊漁料300円必要ですからね。まあ、300円で一日遊べるな、ええよな。もうそんな遊びないです。なあ、そんな感じでどんどん、貝寿司の方にも遊びに来てみてくださいと。はい、そんな感じでどうも皆さんご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。